はい、早稲田に来てます。ね、調子に乗ってまたこれナレーションしてますけど、大学の始業式なんですかね、駅周辺がね若者でね渋滞してましてね、まあ、そんな季節なのね、めちゃくちゃこの日暑い。恵比寿、豚麺というお店に来ています。こちらね、早稲田なのに恵比寿っていうね、ちょっとツッコミどころあるお店なんですけど、二郎系混ぜそばのね専門店なんですよ。でこれいろいろねあるんですけど、まあ最初なんで豚麺のね中 200g を選択しました、ね、なぜ早稲田なのにね恵比寿なのかっていうと、こちらの本店のご主人が以前あの恵比寿でバーをやってまして、それで出したラーメンが好評でね、ラーメン店を開いたと。じゃあね、本店恵比寿にあるのかというと、まあ、本店は千葉だそうですね。はい、はい、そんなこんなで着丼です。こちらね、豚麺中 200g ですね、麺量が。それでね、200g っていつもよりね、少ないって感じがするんですけど、大丈夫です。安心してください。ライス注文しました。はい、やっぱね汁なし系にはライスなんでね、はい、ということで、ね、混ぜそばなんでねよく混ぜてからの方がいいと思うんですけど、自分あんまり最初から混ぜるのあんまり好きじゃないので、野菜からねちょっと食べていきますね。当然ね味ついてないので、卓上に返しがあるのでそれをかけて食べるのもいいかなと思うんですが、はい、豚ですね。こちら結構厚みがあって、大きさはさほどでもないんですけど、食べるとかなりボリューム感ある豚です。で味付けもしっかりしてましてね、美味しい豚です。はい、じゃあそろそろ麺をねちょっと混ぜていこうかなと思うんですけど、あれレンゲがないなって最初思ったんですよ。でも探してみたらちゃんと卓上にありました。はい、やっぱりねレンゲがないと結構ね混ぜられないんでね。で底の方からこうやって引き上げると結構黒いんですよ、タレが。うん、池袋二郎さんのね混ぜそばみたいな感じで、まあそれよりもちょっと油が多めで、ちょっと油そばみたいな感じなんですけどね。でまあ食べてみるとこれが結構醤油がね効いてるタイプで、辛めにしたっていうのもあるんですけど、かなりね醤油感が効いてるねタイプの、ジャンク感がね結構ある風味のね、まあ混ぜそばですよね。そしてこちらね汁が結構多いんですよ。もう普通のねラーメンぐらいのね汁があるんですけど、混ぜそばって言ってんのに。これにはね理由があるんですけど、それはまあ後で分かります。でやっぱりこちら早稲田大学が近いので、若い人にね結構好まれるようなね感じの混ぜそばですよね。でやっぱりこれニンニクはマストですよね。で今回ねニンニク油辛めでコールしたんですけど、ニンニクはコールしないと入らないので要注意です。麺が結構ねバキボキな感じで自分の好みですね。でやっぱり自分はねこれまあご飯にねこれ乗せて麺をおかずにして食べるっていうのがね最近の自分の中でマイブームなんですよ。これがね本当にね炭水化物&炭水化物なんですけどね。まあ今回麺量200でしたけど、まあ、食べてみたらねこれ300でもいけるなっていう感じでね、で次はね300の豚増しにしようかなと。まあ塩味のね豚麺とかあるのでね、それもいいかななんて思ってるんですけどね。あとこちらね恵比寿ね豚麺さんっていうぐらいなんで、恵比寿マスカッツのねファンの人かなと思ったんですけど、まあ関係ないのかなと思ったんですが、恵比寿マスカッツのマークって豚なんですよね、あれでこんな感じでね、はい、特製ライスとか作っちゃったりとかしてね、卓上に生姜と紅生姜とごまがあるので、あと汁をこうやってかけてねこう特製ね豚麺ライスなんつも作っちゃったりとかして食べます。でお楽しみがねこの先にあるんですよ。これです、九十九里イワシの割りスープっていうのがあるんですよ。普通割りスープってつけ麺じゃないですか。で混ぜそばにね割りスープってね結構珍しいですよね。でこうやってねちょっといつもやったことないんで塩梅が悪いんで結構入れちゃったんですけど、これ飲んでみてねさあどうなのかと。
これめちゃくちゃうまいんすよ。これ割りスープ、もうねこれまでジャンクな感じのスープがね、いきなりなんか上品なねスープになっちゃったみたいな感じで、魚のなんかね嫌な匂いみたいなないし、まあ、とにかくめちゃくちゃ美味しいんですよね。これ絶対ねやるべきだと思います。でまあ飲んじゃいますよね。はい、会員です。はい、ごちそうさまでした。でこちら恵比寿豚麺さんですけど、早稲田駅からねだいたい歩いて5分ぐらいで、まあ営業時間なんかはね公式ツイッターでご確認願います。でよろしければいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今回この辺でさよなら。